はい、というわけで今回の動画ではこの新規開業資金ですね、2024年4月より、まあ、日本政策金融公庫で始まったこの制度があるんですけれども、まあ、従来も、まあ、新創業融資っていう制度があったわけなんですが、まあ、その、ね、制度の変更点について、まあ、実務上どうなるかっていう、まあ、私の予想ですよね。それをお伝えしたいなっていうふうに思っています。まあ、この動画を作ってる時点の私の予想であることをご留意いただきたいなっていうふうに思っています。で、今までこう使ってたのが新創業融資なんですよね。で、今回新たに始まったのが新規開業資金になります。で、これ条件を見ると結構創業、利用者に有利な変更になっているわけなんですけれども、でその中でも、まあ、自己資金の話と、まあ、上限額の話、あと対象者、まあ、この観点で私の予想を、まあ、伝えたいなっていうふうに思っています。で、まあ、私の、まあ、予想なんですけれども、まあ、ここの部分になるんですよね。まあ、自己資金については、まあ、不要っていうふうになってるけれども、まあ、有利かなっていうふうに思ってますし、まあ、上限額なんかも、まあ、1000万円以上は厳しいかなと思っているし、対象者も、まあ、7年になってて、これは非常に有利な改定になっているわけなんですけれども、とはいえ、こう、今まで通り開業直後、まあ、直前直後の方が有利かなっていうふうに思って、考えています。で、それなぜかっていうと、やっぱりその実務上、制度上は大きな変更がありましたが、実務の取り扱いとしては、まあ、いきなり大幅な変更が、まあ、ないのかなっていうふうに考えているから、まあ、先ほどのような感じになるのかなと思っています。で、まあ、私の自己紹介なんですが、会計事務所の代表をしていて、まあ、創業融資を、まあ、専門に取り扱っています。で、これまではこっちですよね。この新創業融資っていうのを、に、まあ、この制度にお世話になっていた、なってきたわけなんですけれども、これからはこっちですね。この新規開業資金のお世話になるっていうことになります。で、まあ、私の予想として、この上から順番に行っていくわけなんですけれども、まあ、まず自己資金の話です。で、自己資金の要件についてなんですけれども、これが、まあ、その、撤廃されたわけなんですよね。シンプルに言うと、自己資金がなくたって申し込むことができたんですけれども、やはり審査では不利なのかなっていうふうに考えています。同じ、その、案件で1000万円借りたいですっていうふうになってて、300万円持ってる人とゼロの人だったら、それは300万円の人が借りる可能性が高くなるっていうのは変わらないのかなっていうふうに思います。で、まあ自己資金を持ってるってことは、その、審査が通りやすいっていうのもあるし、金額も大きくすることが、まあできやすいっていう、この2つのメリットがあるわけなんですよね。で、確かにゼロでも申し込みができる。その、申し込むことができるっていうのは大きな話なんだろうなっていうふうに思うんですけれども、従来でも10分の1以上っていうふうになってたんですけど、とはいえ10分の1で、その、審査で、その、審査が通ってたかっていうとそうでもないわけなんですよね。っていう具合、これ10分の1だったとしても厳しかったのに、ゼロならやっぱりちょっと厳しいのかなっていうふうに個人的には思っています。そうですね。まあ、ゼロでも借りれるっていう人で、がどんな人がいるのかなっていうふうに考えたんですけれども、例えば、3ヶ月後とかに、こう、大きな契約を持っている人とかは、これ使いやすいのかもしれませんね。3ヶ月後から始まる、まあ、3000万円の契約とかを、もう締結しようとしていて、けれども、お金がゼロだったら、従来であれば借りれなかったけれども、今回であれば借りることができるとか、そういう人はいる可能性はあるのかなと思いますが、まあゼロで借りれるっていうのは、まあ可能性が低いかなと思いますし、ゼロで大きな金額ですよね。例えば、この7200万円ゼロでも借りれるんですかって言ったら、まあちょっと違うのかなっていうふうには思います。で、次に、まあ、融資の上限額の話なんですけれども、これは、まあ、7200万円に引き上げられたわけなんですけれども、まあ、1000万円以上借りることっていうのは引き続き難しいかなっていうふうに、個人的には考えています。で、これは、その、7200万円借りられないっていうわけじゃなくて、事業を始めますってなった時に、
いきなり7200万円必要な人ってあんまりいないわけなんですよね。もうちょっと言っちゃうと、いきなり1000万円以上必要なビジネスを始める人ってあまりいないのかなっていうふうに個人的には思っています。なのでまあ7200万円に引き上げられたとはいえ、やっぱり事業で、まあ、ビジネスを始める上で必要な金額っていうふうにこう積算していけば、なかなか1000万円以上来る人っていうのが、まあ、いないのかなっていうふうに思っているので、僕も創業融資を取り組んでいた時に、まあ、ボリュームゾーンといえば、まあ、300万円から、まあ、5、600万円とかそのあたりが多いわけなんですよね。で、まあ、中には1000万円クラスの人もいましたし、例えば2000万円とか3000万円とかっていうふうになってたら、従来であれば1000万円以上は公庫では難しいから、いわゆる協調融資って言って、その公庫ともう一つ銀行とっていう、まあ、2つの金融機関を合わせてこう支援していく、融資をしていくっていうのが一般的だったわけなんですね。その流れっていうのはあまり変わんないんじゃないかなっていうふうに考えています。で、先ほどみたいに、じゃあ7200万円借りれる人って誰なんやろうっていうふうにこうイメージしたわけなんですけれども、医療系とかの人は借りれるかもしれないなっていうふうに思うんですよね。医者とか、あるいはその歯医者みたいな、医療系で設備いりますみたいな人で、まあ、その言い方が悪いですけど、やっぱりそもそもお金を持っている人であれば、まあ、貸しやすいっていうふうになるのかなっていうふうに思いますが、なかなかここまでこう7200万円借りれるから7200万円貸してくれっていう人ってあまりいないのかなっていうふうに考えています。次、対象者ですね。で、対象者についてなんですけれども、で、個人的にはやっぱり開業直後、まあ要は開業前とかでも借りれるわけなんですが、開業直後、ま、あるいは直前直後の方が有利なのかなっていうふうに考えています。それはなぜかっていうと、やっぱりその赤字の実績が出てしまうと厳しいからなんですよね。これはその、対象者が拡大しようがあまり変わらないわけなんですよね。例えば従来の制度であれば、開業しました、1年半経ちました、赤字です、で厳しいです、あと半年お金持ちませんで、まあ、2年だから、あ、そうや、その創業融資を申し込もうっていうふうに言ったとしても、なかなかいい返事っていうのはもらえなかったわけなんですよね。それが7年に変わったとて、そんなに変わらないわけなんですよね。先ほどの 1.5 年っていうのが、1年半っていうのが3年目とか5年目とかに起きたとしても、例えば5年目厳しくなって、そうだ、創業融資の範囲内だっていうふうに、新規開業融資の範囲内だ、これ借りれるなっていうふうに思っても、やっぱり赤字の実績があると厳しくなるっていうことなんですね。なので、その言えることといえば、その赤字が出る前、お金がなくなる前、その計画的に借りていく、まあ、これがポイントになります。で、そのこの期間が長くなったから、その確かに対象者っていうのが多くなってるわけなんですよね。これはすごいメリットです。それはなぜかっていうと、創業融資、融資には2つしかなくて、創業融資とそれ以外っていうことになるんですけれども、で、創業融資が適用できるのであれば、基本創業融資を適用した方が有利なんですよね。これなぜかっていうと、創業融資の方が借りやすいから、借りることが簡単だからなんですよね。取り組みやすいからっていうことになるんですけれども、っていうふうになれば、要はその有利な融資を7年間受けられるっていうのはメリットですけれども、やはりこの赤字の実績の取り扱いに関しては、まあそんなに変わったことじゃないのかなというふうに思います。で、このここの部分に関してはもうちょっとそのテクニカルな話になるんですけれども、開業2年目までであれば、無担保無保証で融資を受けることができます。で、2年以降になったらどうなるのっていうふうになると、この金利の上乗せなんですね、利率の上乗せをすることで無担保無保証をにすることができます。まあ、具体的に言うと 0.2% ですね。いくつか条件があるんですけれども、一番メジャーな条件は 0.2% 上乗せをすれば無担保無保証になると。
ということは、2年目までであれば、その、制度的に無担保無保証だったけど、3年目に借りたから、利率がちょっと増えましたっていう可能性もあるので、やはりこの早めの方が有利になるのかなっていうふうに思います。で、ここまでで、まあ、自己資金と、あと上限額で、この対象者っていうのを見てきたわけなんですけれども、確かに、こう、制度自体は変わってはいるんですけれども、取り扱い自体は大幅な変更が、個人的にはないっていうふうに思っています。じゃあ、その、今回いいところないんかって言ったら、まあ、そうじゃないか、そうでもないと思ってて、で、やはりその事業拡大の時に使えるっていうのは、まあ、一つポイントかなと。これ、どういう意味かっていうと、まあ、その5年目に2店舗目みたいな、だから、2年目までだったら、以前の制度でも創業融資で使えたわけなんですけれども、それ以上2年目以降に何かこう融資を受けたいなっていうふうになったら、先ほども言ったように創業融資の方が有利なんですよね。その有利なその融資を使いたいっていうのがあるので、で5年目に2店舗目とかっていうそのアグレッシブというか前向きな融資を必要とするときには、これは使いやすいのかなっていうふうに考えています。で、まあ、2店舗目だけじゃなくて、あと例えば人を雇うだとか、あるいは事業所を増やすだとか、設備を購入するだとか、まあ、そういうようなこの前向きな支出に対してこう取り組むことが、創業融資の枠内で取り組むことができるっていうのは、まあ、重要な話かなっていうふうに考えています。でもう一つの話で言うと、この無担保無保証の話なんですけれども、先ほどその2年目以降は利率の上乗せがありますっていうふうに言ったんですけれども、言い換えれば、これ上乗せ利息を払えば、その保証不要になるっていうことに、保証不要になるっていうのはまあそうなんですよね。で、ここの要件については、要件が緩和されてるわけなんですよね。従来であれば、債務超過とかであれば使いにくかったんですけれども、そこはちょっと要件が緩和されているので、ちょっと細かくて、ちょっと専門的な部分にはなりますけれども、まあ見えづらい部分にはなりますけれども、これはまあ事業者にとっては有利な改定かなっていうふうに考えています。まあ、ここまで、その自己資金、上限額対象者っていうところで、駆け足でその変更点、まあそれに付随して、この実務上、制度上の話じゃなくて実務上どんな風になるかっていう僕の意見をお伝えしたわけなんですけれども、まあやっぱり相対的に言うと、従来とは変わらないとはいえ、いろんな面で、この新規開業資金の方が有利な部分は多いのかなっていう風に思います。それに加えて、このそもそも創業融資に関しては、やっぱり事業者にとって最初の融資なわけなんですよね。で、創業融資ってその人生で一回こっきりなわけなんですよね。っていうふうに考えると、やっぱり失敗することができないし、で、そのなかなかノウハウを貯めることもできないんですよね。というふうになったら、やっぱり税理士だったりとか、まあ専門家、まあ僕も税理士なんですけれども、まあそういう融資を取り組んだことのあるような人にお願いするっていうのがいいのかなっていうふうに思っています。で、まあ僕も、その、創業融資に関して、セミナーだったり、相談会なんかもあるので、よかったら参加していただきたいな、っていうふうに思っています。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価、あとコメントなどがあれば嬉しいです。またお会いできる日を楽しみにしています。ありがとうございます。